去年とかその前と比べたんだけど、うん、まあ大きいんですけどね心臓のサイズは。でも去年とか、うん、一昨年と比べてもそう進んでないですよ、ね、大きさ的には一緒ぐらい、うん、ただちょっと大きいけど、ただちょっとこの辺やっぱりまあでもちょっと白っぽいかなっていう気がするんですけど、うん、でも咳とかここにいる限りではしないけど、うん、家ではするんです。すっごく興奮してる時とかちょっと興奮してるなる。でもここだと多分検査してる時興奮してたと思うんだけど、もうちょっとあのご飯食べる前だからちょっとレベルが違う。本当。それであとねもう一つね、このお腹があるじゃないですか、マシンには大きいなと、はい、この肝臓ね、はい、肝臓がちっちゃいかなと、ちっちゃいんだ、ちょっとそれは思いましたね。横向きで見るとこれが肝臓、普通はこれぐらいあってもいいんですよ。で去年一昨年、去年のがちょっとよく見にくいけど、一昨年よりもなんかちっちゃいようにも思います。真正面で見てもここが横隔膜でここが肝臓があるんですよ、うん、とここに胃があるじゃないですか、これ胃なんですよね、はい、胃のガスとこれ胃の外が、そうそうこんだけなんですよ肝臓って。そうすると2つ分ぐらいしかないね、あの胸椎、これが3個分ぐらいあってもいいからさ、真正面から見てもそれから横から見てもちょっと肝臓のサイズがちっちゃいかなと思いました。レントゲンではそこぐらいかな。あとはこういったところが年齢とともに悪くなって、関節とかってどうですか。なんか一回ちょっと痛がった時があって、なんか散歩の時歩き方がおかしかった時があって、前なのか後ろなのか右なのか左なのか分からないんだけど、一応ね肩関節、うん、肘関節、うん、それから頸椎胸椎腰椎、うん、このレントゲンでそんな引っかかるほどの異常ないか、あと股関節、うん、股関節も別に綺麗ですよ、股関節炎もないし、たまたま痛かったのかもしれないですけどね、うん、から膝もこうお皿が乗ってて別にそんな股関節炎を起こしているようには思えないですね、うん、ただ年齢とともに確かに変形性骨関節症になっていく子はいます。でもレントゲンでは分かるほどの異常はない。でもこれ難しいところでね、レントゲンで異常があっても全然平気な子もあれば、レントゲンでそこまで引っかからなくても痛い子もいるんでね、まあちょっともし変な歩き方とかさ、かばうようなことがあったらどの足なのかをちょっと見ていただけるとありがたいですね。まあレントゲンまとめると、まあだから骨関係は割と良さそうだけど、心臓がちょっと大きい、でも去年一昨年と比べて特別は進んでない、ただ肝臓がちょっと小さくなってるかなと思いました。